次、ココナッツウォーター、はい、これも動画にしましたけど、畳の味がしますって言ってたら非常に怒られたんですけど、まあイメージの問題ですよ。いや畳じゃないからね、私が言うのもなんですけど、遠くに畳がいるだけで、畳じゃないですから、ココナッツですから。だからココナッツのイメージで1から10まで飲み切れば美味しいけど、私の場合1から10のどっかでこう畳が出てくるんですよ、こんにちはって。だからちょっとなんかんってなるって。あと酸味がないのがね、やっぱしフルーツって酸味があった方がねフルーツなんですよ。このココナッツは酸味がないんですよね。まだそれがココナッツの良さでもあるんですけど、なんかフルーツ感を感じさせない。そもそもココナッツがフルーツなのかどうかわかんないですけど。次、バーユシャンプー、バーユトリートメントね。業務スーパーでシャンプーを買うイメージがないから。はい、次、エンジェルバイツですかね。これこの間買ったんですけどね、もうなんかワッフルと同じで安っぽいんですよ。チョコも生地も安っぽい、量はあるんですよ。値段の割に量はあるんだけど、ちょっと納得できない味なんですよね。美味しくない。これだったらいくら安いって言っても買わない方がいいかなっていう。シミチョココーン、写真ないんですけど、シミチョココーン業務スーパーで売ってるじゃないですか。あっちの方がもう断然うまくて安い、だからシミチョココーン買うみたいな。アルフォートって業務スーパー売ってますっけ？売ってないかな。ああいう感じの納得できる美味しさで安いっていう商品があるんだから、あえてこの三流のあるいは四流の スイーツお菓子買わなくていいかなっていう感じですね。次、大入りおでん、どうかな。おでん助かるっていう人もいるかもしれません。この大根、しいたけ、玉こんにゃく、結びしらたき、がんも卵ね、玉こんにゃくと結びしらたき、お前ら同じだろって、そこがね一番のネック、どっちかでいいよねってなりません？で、個人的におでんに求め、こういうねこうセットもののおでんで何が入ってくれると嬉しいかというと、自分で用意できないものなんですよ。この中で言うとがんもですよね。まあ単体で業務スーパー練り物売ってるんですよ、おでんに入れられるやつ、玉ねぎボールとかかな、売ってるのかな、売ってはいるんですけど、こういうまあ、ガンモであったりとか、おでんに入ってる練り物ありますよね。なんかいろいろなんか棒状のものとか平べったいのとか、ああいう練り物を入れてほしいんですよ。そこに自分で卵なり大根なり、あるいはじゃがいもなりっていうのを入れたい。まあ卵とこの大根が入ってるっていうのはまあいいと思うんですよね。ゆで卵を作る手間であったり、大根をね持て余しちゃうから、おでん分だけ大根があると便利とかっていうのでわかるんですけど、この玉こんにゃくと白滝だよね、この2つが少なくとも片方が練り物、あるいは両方が練り物だったらよかったかな。両方練り物でこんにゃく入れたいんだったら、こんにゃくね安いし自分で買って加えればいいだけですしね。このこんにゃくが2つじゃなくて1つだったらワーストには入れてなかったですね。次、ビッグシリーズのスタミアラーメン、別にワーストでもなくてもいいけど、これ買うんだったらごつもり買った方がいいよねっていう、ただそれだけですね。ビッグシリーズとかビッグシリーズだかちょっと分かんないですけどね、なんかいろいろ味あります。写真ないんですけど、焼きそばね、これレジェンド商品ですね。個人的な業務スーパーの歴史ワースト1ですね。詳しくはチャンネルの中の動画を焼きそばで検索して探してください。これちなみに私がよく行く業務スーパーの棚からなくなってました。当然だと思います、多分私しか買ってない。次、エビペーストですね。外国の調味料を言い始めたらこれもキリがないと思うんですけど、とりあえず私が買ったものの中で一つ紹介します。これエビペーストね、 XO じゃんが欲しかったんですよ。 XO じゃん売ってるお店がそもそもないんですよね、業務スーパーに限らず。なかなかで売ってても非常に高いと。で業務スーパーに XO じゃんが売ってなくって、なんとかしてコスパの高い魚介系のペースト状の調味料ないかなと思って試してみたんですけど、もうエビの匂いが強い強いで、塩分も強いからなかなか使いづらいで、しかもすっごいこれ硬いんですよ。硬いから伸ばしづらいし、というわけで
眠ってますね。あの代わりにね、ちょっと写真用意できないんですけど、粉末系のやつ使ってます。その魚介風味にしたい時には出汁が業務スーパーのやつであるんですけど、いつか紹介するかもしれません。次なんて言えばいいんだろう、この冷凍の鶏、これね全然ワーストに入れる必要ないです。はい、めんどくさいから入れちゃうんですけど、すごい勝手なこと言うとね、1キロなんていらないし、普通に生で鶏肉売ってるからそっち買えばいいっていう、まあ、ことが理由なんですけど、量が少ないんだったらその生の鶏を買えばいいし、量がいっぱい必要な人はこの冷凍を買えばいいっていう話なんで、全然ワーストじゃないんですけど、とりあえず入れちゃいましたみたいな、そんな感じですね。だこれ非常にあの助かると思いますね。これお店やってる人でもちょっと必要になって買いに来るとか全然あるんじゃないですかね。ちょっと量が多く必要なんかの集まりで、まあ、出汁にしたりとか、非常にいい商品だった。なんでワーストなのか自分でもちょっとよくわからないというわけで、なんかすごい終わり方なんですけど、とりあえずここで終わりにします。これがワーストいくつなのかちょっとよくわかんないんですけど、多分またしばらくしたら、続きやると思います。というわけで、以上になります。はい、さよなら。